です。簡単に説明すると、はい、これあの AT と CVT のモード切り替えがあるんで、はい、普通のオートマの時は AT で、これ今 CVT 車なんで、これは CVT の方にやってもらって、普通にスタートをしていただくと、もう中から引き出すんで。そうですね、まあでもレッドゾーンの1個目なんで、まあまだあれですよね。8リッターで大丈夫です。はい、スタップね。あ、これで終わったら1回500抜いたものを今戻してるんで、はい、でこれが終わったら、まあ、1回ストップしてリセットで一番最初の状態、はい、で、ハイパー S8 で大丈夫ですか？はい、NS2 が確かこれですよね。そうですね、 CVT の方、 CVT さんの場合は、ほとんど和光さんのオイルだとハイパー S の方になるので、はい、また別作業になっちゃうんですけど、一応、うん、これだけで抜き入れができるんで、それはさっきの残り、いや、もともと廃油タンクがあるので、その中に今こんだけ量が入ってるんですよね。17リッター近く入ってるんで、でマックスがだいたい20リッターなんで、まあ、今回8リッター交換しようとしてるので、あの8リッター抜くだけの余裕がタンクにないと交換できないのと、まあ、あとこっちの給油量は今この、ペール缶の中に入ってる量なので、これはまあ8リッターに足りないので、これまだこれも交換できないんですけど、ただ、8リッター交換に対して、ここの数値が8ぴったりで交換できるかっていうと、なんていうんですかね、どん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 少なくなるにつれて、まあ1リッター以下とかになるとホースが吸えなくなるんですよね。その関係で、機械が自動的に、8リッターしかない状態で8リッター交換受け付けてくれないので、
なんで、まあ、例えば8リッター交換したいんであれば最低限10リッターぐらいは入ってないと交換機械がしてくれないので、はい、今回レッドゾーンの一番、手前だったんで、はい、レッドゾーンの中の一番前だったんでまだいいんですけど、はい、レッドゾーンのもう後半 7とか8とかあとはエラーコードが出ることがあるんですよね。交換しないでくださいっていうコードが出ることがあるんですけど、はい、そこまで行ってしまったあの車両に関しては多分これで変えない方がいいと思う。はい、逆に不具合を起こす可能性が高くなっちゃうので、その場合はどうやって？その場合はうちの方だと一回オートマーミッションのオイルパンをはぐってオイルパンの底に溜まってるスラッチを全部取り除くのと、あとはエンジンオイルとかみたくストレーナーとか使って要はオートマオイルも吸ってたりするので、なんでその吸うストレーナーの部分もスラッチとかゴミが溜まってることがあるので、そのストレーナーも一応同時交換してもう一回オートマオイル入れ直した交換っていう感じですよね。ここにチャックをつけた状態でこのボタンを押すとホース内の湯抜きっていうのが選択できて、ここのホース内とか、まあ、こっちに入ってるオイルを全部廃油 のタンクの方に戻してるんですね。そうしないとそれをやらないで廃油とか新油とかをやると混ざっちゃうんで、はい、設置するときに、はい、ここ の出っ張りよりも内側にちゃんと設置しないとちゃんと計量してくれないんで、気をつけた方がいいです。はい、
量を設定してもらって、はい、あとは本当にこの全自動を押してもらうだけで、はい、あとはもう勝手にやってくれるみたいな、はい、で基本はあのパーキングの状態で交換です。で、あとはこのゲージがあるんで、まあない車はちょっとしょうがないんですけど、ゲージがあるんで、はい、基本ホースを入れる際はこのゲージと同じぐらいの、だいたい同じぐらいの長さを見て、この長さの分だけあの管に入れるみたいな感じです。あまりあの奥にあのどん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 入れすぎたりすると変にこれが巻き込む可能性もあるんで、はい、そういうもんだからね。うん、そう。で、ミキも使うな。はい。使わないし、1本で。うん。うん。まあ、どうしようもないのがいいもんな。店だとどうしようもない。オリジナルのやつを使わなきゃいけなくて。ああ、そうなんだ。和光さんの今、もう、和光さんの営業とかに聞くとやっぱりもうハイパー S が、もう作ってなくて、はい、まあ、もう新しいのに切り替わるっていうだけなんですけど、はい、もうハイパー S がもう製造はしてなくて残ってる分だけみたいな形になるみたいなので、ゼロハットだと日光石油さんに作ってもらってるやつがあって、はい、まあ、部分合成で全合成も一応設計はあるんですけど、はい、結局全合成だとゼロハットパストロールをやってるので、あそっちみたいな話になってますけどパストロールさんが CVT NS2 は適合出ないって言ってる。あ、そうなんですね。パワックっていうので、だから、マルチビーグルは使わないで、CV、トランスマックス使わないで、だから純正の NS2 を取るか、そのオリジナルの部分合成の CV テープを使うかみたいなのしかないって。その選択肢はきついですね。きついですよ。で、嫌だなっていう話で、で、変えてすぐでこのざまですから、まあ、どんなもんかは想像に難くないっていう話ですから。